ちょっと座って水だけの生活で、まあ、この先じゃあこのまま野垂れ死んでも、まあ、これはこれでしょうがないなと。日々、まあ、生きることに向き合わざるを得ない状況で路上生活を経験してる、体から出てくるものの魅力、原始的なものがそこにあるんじゃないか。そこですから、人生のそこですからね、どうなるんだろうっていう、未来なんか描けなかったですからね。手っていうかもう木刀ですよ。死んだいうのも、まあ多分化けが当たったんやろうなと思って。逃げることの人生の繰り返しだったから、この先逃げるところは死ぬことかなって思ってる。身はね、使い切る。まあ、正直痛いし寒いしね、いいことないんだよ。まあ、でもなんかやっぱりそれぞれがそれぞれ思うことがあるんだよ。やっぱ路上にいる理由は必ずあって、まあ、自分が自分であるためにはもうこの生活しかないのかな。社会のルールはいいですか？